H. ノーマン・シュワルツコフ・ジュニアはアメリカ合衆国の軍人。最終階級は陸軍大将。名前の H はヘルベルトを縮めたものであり、彼の同盟の父がそれを嫌ったためとされる。湾岸戦争にはアメリカ中央軍司令官として出征したが、事実上の多国籍軍総指揮官として砂漠の嵐作戦を成功させる武功を挙げた。 シュワルツコフの IQ は168とされ、高 IQ 社団体のメンサ会員だった。ドイツ語、フランス語、ペルシャ語に堪能であった。砂漠の嵐作戦中に行われた、アメリカ・サウジアラビア合同記者会見に同席する、シュワルツコフニュージャージー州、トレントン生まれ。ドイツ系アメリカ人の家系であり、父ハーバート・ノーマン・シュワルツコフ少将は、イラン政府の軍事顧問を務めたこともある。 アメリカ陸軍軍人であった。1953年にクーデターでモサーテック政権を打倒する立役者の一人であり、1932年に発生したリンドバーグ i g 誘拐事件の捜査を管轄するニュージャージー州警察長官を務めていた。母親はトーマス・ジェファーソンと隕石関係にあった。12歳の頃、 イラン政府軍事顧問を務めていた父とテヘランに住んだ。この時に乗馬や資料を覚え、中東の文化に興味を抱いた。バリー・フォージ・ミリタリー・アカデミーを経て、1956年にアメリカ陸軍士官学校を卒業。1964年に南カリフォルニア大学より誘導ミサイルに関する論文で修士号を習得する。士官学校時代はアメリカンフットボール。 レスリング、そして合唱を掛け持ちしていた。さらにウェストポイント士官候補生礼拝同性課隊の指揮者を務めていた。士官学校卒業後、アメリカ陸軍不評学校において空挺効果の資格を取得する。空挺師団の将校としてアメリカとドイツに駐留する。南カリフォルニア大学で修士号を得た後、ウェストポイントで教官職に就く。 その後ベトナム戦争で、ベトナム共和国陸軍の空挺部隊の軍事顧問となり、2度の戦闘で負傷し、パープルハート賞を与えられる。1976年10月には順賞に昇進し、1983年のグレナダ侵攻作戦では、地上軍部隊を指揮した。1988年に大将に昇進すると、シュワルツコフはアメリカ中央軍司令官に任命された。 ナトー軍参謀。1990年の湾岸戦争開戦後に砂漠の嵐作戦を指揮し、クウェート側に集中していたイラク軍の裏をかき、イラク領内を攻撃するという左フック戦略により、わずか4日で地上戦を勝利に導く。戦時中シュワルツコフは前線で指揮を取るだけでなく、プレス発表をも自ら行い、嵐のノーマンと呼ばれた。 湾岸戦争後に、当時のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領より、陸軍元帥への昇進と、陸軍参謀総長への就任を打診されるが、孤児して1991年8月に退役する。1991年8月9日の退官式では、チェーニー国防長官が、危機にあっては、一人の人間が命運を左右する。司令官こそその人間であり我々に勝利をもたらした。 とスピーチした。退役後は余生をフロリダ州タンパで過ごしていたが、2012年12月27日に同地で肺炎による合併症のために死去。78歳であった。ありがとうございます。